暑い。車がまだ車も本当に冷えてるけど、私も冷えてます。あー温めてほしい。いいね、結構ねいいね、なんか感じがすごいじゃない。ここどっかに見えるとだと思うよね。ちょっと涼しいじゃん。延命水から行きますか。あ、これがそうってこと、うん、私は知らないけどカブジの時にやってるそうです。向こうにもちょうど冷たい水流れてるところ声が、うん、では帰ります。多分これ散歩道だと思いますけど、いやでも寒いな。ちょっとと思います。乙女が先行かなきゃ映らないじゃんね。今
6時からって書いてある。6時から、言ってください。こっちからも行けそうだよね、多分。うん、バイクはすごいじゃん。あのとんかつのとんかつやったソースカツだった。ね、確かあそこもよく乗ってるよね。すごいなんか飛ばあのそうそうそう。まっすぐしか行けないじゃん。向き出ちゃってる。大体いつも迷うね、必ず。そこら辺の道沿いじゃなかったの？今日は大島さんもお休みします。必ず迷うね。だけど必ず道本当に迷うね、なぜか。あ、いいね、あそこ駒ヶ岳が。待ってるよ。うん、今行ったから。うん、すごい。小さいのそっちだね。ん？まずこれだけ。美味しいじゃん。全然違うね。いや、これかなりの量なんだ。
さんの時から食べ過ぎちゃって自家製のソースとかでしょ、うん、あ、そっか、ちょうどこの道通って帰るじゃん、まあ、うん、カメ君もごちそうさまでした。箸は下置いといたの、いや、もうとない。それはそれでまた別。うん、まずは新型コロナウイルス、大阪府では今日新たに760人が転院したんです。自宅と仕事場が津波で流されましたが、津波に負けない気持ちを表そうと